はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今日も東京浜松町のホテルから喋っております。オールスターもう9回の裏に入っています。今日もパーリングリードという形でね、オリックスさん勢は、まあ今日もなんかこう地味に活躍してますよね。若月くんが犠牲フライで打点1でしょ。で、まあ、トング君ピンチヒッターでフォアボール、あ、紅林くんがヒット3本打ったかな、ね、そんな感じで、なんかこう万波くんがすごいね。なんかいきなりファイターズ戦でしょ、ね、神戸でね。まあでももうオールスターが終わればいよいよ後半戦ということになりますからね。さて、このまあオールスターブレイクというところで、前半戦のゲームと、あとまあ後半への、まあ、ポイントみたいなものを、頂戴しておりますが、ちょっとご紹介しますね、今日もね。まずはゆうたさんです。いつもありがとうね。前半戦は6回京セラに見に行って3勝2敗1分けでした。いつもご来場ありがとうございます、ね、勝ち越してますね。特に心に残っている試合は5月6日の対ライオンズ、9回裏に森の同点タイムリーありましたね。高橋コーナーを打てずにね、まあそうだね、高橋コーナーの勝ちを消したゲームだったね、あれはね。森君のタイムリーで同点に追いつく。でその後トングー君のサヨナラヒットというゲームで、まあ、最高なゴールデンウィークでしたということ。でこの日が今シーズンの現地初勝利だったのでとても心に残っていますということで、ありがとうございます。あれもね、本当にあの逆境を跳ね返しての勝利ということで、本当にあのここ数年というか去年、一昨年から、終盤にオリックス粘るんだよね。あのたとえ負けても結構抵抗するじゃない、この辺がすごいなと思いますよね。さて続いては、これはどなたかな、としのぶさん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。自分的前半戦印象に残っている試合は紅林君のサヨナラホームランで勝った5月24日神戸での楽天戦です。まあ、これはね相当一つポイントになっているゲームだと僕も思うね。もうほぼほぼ敗色濃厚というゲームで、3点ビハインドで8回の表終わってるので、8回の裏に啓太君の一発ツーランで1点差で追い上げるんだね。でまあ、石井監督も実はあの8回ある鈴木空投手から打ったのかな、あのツーランが実は痛かったという話されていたんだけども、これで1点差。そして9回、松井裕樹投手がマウンドに上がって、紅林君の、まあ、サヨナラホームランということで、まあ、このホームランをきっかけに紅林君の打撃が開眼したような感じで、セデーニョとともに森君の離脱の穴を今埋めてくれていますということは本当そうだね。あれは本当チームにとっても紅林君にとっても大きな、ゲームだったと思うね。本当過去一のホームランというふうに言ってましたもんね、紅林君もね。ありがとうございます。確かにな、あれは本当そんな感じ、あのゲームは大きかったね。もう打った瞬間ね、あの神戸の上段にボールが吸い込まれていくような、そんな感じのゲームでしたね。実況の田中大輝アナウンサーは神戸の夜空に舞い上がったホームラン、そんな確か表現をしていたように思います。さてそれから、まあ、この終盤のに向けての、まあ、一つのキーマンというところで言うと、頂戴しているのはアマッチョさんは、後半戦のキーマンはトング君をしたいと思います。何かタイトルを狙いに行ってほしい、まあ、打率なんだろうけどもね、これ打率は下がるんでね、頑張ってほしいね、なんとか耐えてほしいな。広瀬聡さんは、後半戦はクリーンアップ固定できれば安定的な強さとか怖さが出てくると思います。そうね、まあ、安定するよね、確かにそこがね出てくるとね、クリーンアップ固定するかね、でも監督はどうなんだろうね。森セデーニオ、トングー、杉本の並びでランナーを返しまくれる展開を期待したいです。なるほど、森が3番でも良いんですが、2番も面白いかな。なるほどね、2番最強説ですよね。それも面白いかもしれませんね。まあ、どういう打順で組んでくるのかというね、果たして固定するのかどうかということ。ちょっと待って、オールスター終わったかな、もうほぼほぼ終わったのかな、放送時間が終わったのか、ちょっと待ってね、 BS に変えちゃおうよ。
あ、終わりましたね。オールパシフィック、今年も2連勝です。中島さん、負けてないもんね、去年、今年とすごいね。持ってるのかなっていう感じですね。それから、ヒデ99さんは、後半戦のキーマンは、ピッチャーでは山岡投手。前半戦ではなかなか勝ちがつかなかったのですが、そこにしっかり勝てるようになればと思っております。ということ。打者の方では杉本選手。シーズン序盤に量産していたホームランが少し停滞しておりますが、6番、7番の打順で、クリーンアップの後でさらなる得点源になってくれれば、より厚みが出ると思います。確かにね。そして何といっても足立 T 両選手には終盤戦のここという時にプレー面でも精神面でも引っ張ってくれることを信じておりますというね、信じてください。よろしくお願いします。さあどうかな、まあ、とそんな感じで皆さんもね、期待してくださってるということなんで、もうでも本当に、これでオールスター終わりましたから、明日1日お休み挟んで、いよいよ22日から後半戦のスタートということ。オリックスさんは、22、23と2連戦の神戸でのファイター戦ですね。で、お前は23日の試合を実況担当しまして、試合終わった後の、あれ終わった後に大花火大会を、試合後30分後ぐらいから花火が上がるんだけども、中継は実は花火まで見せるということなんで、試合終わってから解説野田浩二さんと一緒なんですけども、2人で、まあ、いろんな話をしながら時間をつなぎながら皆さんと一緒に放送を通じて花火を見ようということになっておりますので、23日大前実況担当いたします。で、26日のソフトバンク戦も、大前はこの京セラのゲームね、これは実況担当ということになっております。8月も実況は、僕は実況担当3試合だけですけどもね、オリックスさんのホームゲーム、あ、違う、J スポーツさんが3試合だ、BS 松竹東急さんが、いくつか入っておりますので、そちらの方でまた、実況することになっておりますんでね、というわけで、明日もう1日メジャーリーグ朝喋りまして、帰って明日は夜移動して、明日また移動なのよ、明日またホテルからの、ホテルからホテル泊まりですよ、明日もね。明日は、高校野球、あさってね、高校野球に備えますという感じですね。あと僕も高校野球は3回戦と準々決勝の2試合を喋る、22と24を喋るということですね。それで僕の高校野球は終わりで、で、高校スポーツはまだ続いて、今度は全国大会インターハイのバスケットボールを北海道で喋ります。男子の準決勝、決勝から3試合を、担当させてもらうことになっております。というような感じで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。もういよいよまた後半始まるよ。勝負の後半だよ。だってもう今7月終わりでしょう。あと2ヶ月経ってご覧なさい、皆さん。もうそろそろ見えてくるって感じでしょ。恐ろしいね。あっという間にシーズンって始まっちゃえば過ぎていくね。で、まあ森くんがいつ帰ってくるのかというのもあるしね。さあどうなんでしょうか。田島くんも早く戻ってきてほしいね、投げる方ではね。そんな感じで、なんかブルペンデーかなというね、初戦が22日がっていう話ありましたね。小板を先発に持ってくるんじゃないかという、おそらくそうなるんでしょうけどもね。まあ、小板くん回またげるんで、まあ、一回り全力で抑えに行ってもらって、そこからの系統になってくるのかなっていう感じではありますね。まあ、とにかく7回、阿部ちゃん、8回、総一郎、9回、平野さんというところなんで、6回までを何人でつないでいくのかということにもなってきますね。あとはファームの方で頑張ってるピッチャー、東君とか曽谷君も頑張ってますんで、そのあたりの夏場での登板があるのかどうかっていうのも楽しみになってまいりました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。オールスター、パ・リーグ、連勝 で、オリックス・サンズは、まあ、地味に活躍するというか、なんかいいね。あんまり目立たないけど、まあまあ頑張ってるみたいな感じで、いい感じでございます。皆さん本当お疲れ様でございました。じゃあまた。